カイロの砂を踏みしめてダートの世界王者決定戦ワールドブリーダーズカップダート、なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行グループからまず見てまいりましょう。先手を取って6番ゴーホージン、これを追って5番カリフォルニアクローム、それからアファームド、その外からはノーザンダンサー、3番スワップス、プレザントコロニー、それからもう1頭7番プサイチペガサス、外を通って10番シアトルスルー、ウォーエンブレムがその後ろ、これと一緒にアイルハブアナザー、アンブライドルド、それからベル世界の終わり、その後ろ3馬身くらいあってワインダットバード、後方から行きますママミミムヌメメノノ、この多頭数をさばけるか。5番カリフォルニアクロームがわずかにリードしています。外を通りまして8番ノーザンダンサー、そしてそのうちに1番アファームド、その後ろでやりましょうか。3番スワップス、さあダートを照らす夕日へ向かって、これから最後の直線勝負。ママミミムメメモモはまだ後方、ようやく追い込み体勢、プレザントコロニー先頭、内からアファームのプレザントコロニーが先頭だ、1番アファームのフサイチペガサスが2番手、これは何ということか。プレザントコロニーが1着、そしてどうやらフサイチペガサスが2着。